パミモメモさやかです。最近遊んでるディズニーのツイステッドワンダーランドの万年筆が発売されたんですよ。セーラーから出ております。で、今回はそちらを試し書きをするところからやっていきたいと思います。その前に開封だね。あ、で、私推しの量が2つありまして、ハーツラベル量とオクタビネル量が推し量なので、2つの万年筆とインクセット買いました。インクセットの方が5000円で、万年筆の方が1万3000円の定価ですね。ドキドキ、どうしようかな。てか逆だったわ。こうか。ハーツから開けようかな。外箱すごいシンプルだなって思ってたけど、うわーすごっ、缶オケ。ツイステッドワンダーランドガチャるときに缶オケからキャラクターが出るっていう世界設定なんだけど、わーすごーい。セーラーの万年筆、これはコンバーター式ですね。カートリッジもいけるのかな。でもセーラーのカートリッジ持ってないんだよね。で、こっちが、おお、ナイトレイブンカレッジの学章っていうんですか、校章か。さあ、どんな感じなんです。おお、すごー、赤色。うわ、伝わらねー動画って伝わらない。でもそうね、あのインクがさ溜まってるから濃く見えるけど、どんぐらいの赤いインクなんだろうね。こっちが紺色っぽいかな。バラとトランプですね。あ、でもそっか、トランプって赤と黒だもんね。そういうことか。どうしよっかな。まずは両方開けるね。あー、待って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 、ここすごいふかふか系箱までちゃんと取っときたくなるやつじゃん。1万3000円だよ。私万年筆何個か持ってるんだけど、1万円超えは初めてですね。あ、なんか軸がすごいキラキラしてる。伝わる？めちゃくちゃキラキラしてて、ここちょっとチェック味がありますね。で、ハーツラベル量のエンブレム。セーラーか。まあ後で今持ってる万年筆書き比べしようと思ってるんだけど、でもなんかこう、なんていうの、軽めだね。プラスチックの軽めを感じる。あ、で、そう、あとペン先がさ、あ、ピント頑張って。ペン先これ、バラですね。綺麗。あと、ペン先ステンレスって書いてある。グリップが鉄って書いてある。グリップってどこ？まずはインク入れなきゃだね。どうしよっかな。やっぱりオクタビネルも出そう。よいしょ。まずは万年筆から出してみる。うわー、いい色、いいですね。もうちょっと薄めかと思ったけど、割としっかりした紫だ。超いいさっきハーツの時さ、チェックだったけど、オクタはタコ足とウツボ、いや違うな、タコ足っぽいのと水泡でいいのかなだね。靴下の模様にもなってるタコ足っぽいしましま。わーい。あ、ペン先は、え、な、あ、ペン先貝殻だ。リトルマーメイドのさ、アリエルの声を封印した貝あったじゃん、あれかな多分。おしゃれー。よし。そしてインク。おおいいですね。洋服の帽子とウツボ2人。何色なのこれ。紫、紫。紺色なのかな。ちょっとあれよね、試せないのがあれですねよし、じ
じゃあ今から書き比べ、いやコンバーターにインク入れていこう。よいしょ、こんな感じですけれども、でセーラーなるべくあのインクって同じメーカーの軸に入れた方がいいって一応言われてるんだけど、一応ねそのセーラーのコンバーターもあるので、これがねペリカンのインクなんだけど、セーラーこれがねインクとペン軸で3000円ぐらいだったかな。そう、さっき洗った後って感じだね。で何入れるかですよ。これが紺色だったし、ちょっとこの2つめっちゃ気になるな。ここも気になるけど、今のところ赤色持ってないから赤とこの2つにしようかな。でちなみに今のうちにちょっと見せておくと、持ってる万年筆がこれ、こっちがパイロットの角の1本1000円で売ってるやつですね。中字と極細と細字ですね。でこっちがアニメイトで買った3000円ぐらいの、これはプラチナですねの万年筆。これ3000円とは思えない高級感だし、めちゃくちゃ書きやすくて愛用してますね。これもハーツとオクタビネル買ってます。よし、じゃあインク入れてこう。まずは赤から入れようかな。蓋を取って、ここも軸も取って、で一番下まで下げといて、ティッシュの準備も一応しといて、開けまする。おお、上からだとね分かりづらいかもしんないけど、ペン軸がちょっと浸かるぐらいまで入れて、すこんぐらい入ればいいかな。微妙に入りきってない気もするけど、血みたい。とりあえず一旦この色は OK ね。じゃあ次はこっちの洋服の帽子の方を、よいしょ、うわよいしょ、襟口拭いと、うわいい色いい色。蓋外して軸外して、で、ウツボの方にペリカンのやつを入れます。わあ、違った青だね、ウツボの方も。お、待って、今気づいたあの、蓋の裏がキャラクターになってたオクタミネルがこんな感じ、モノクロでついてましたね。こう飾ればいいのか、つまりこういう風にお分かりいただけるだろうか。こういうことこういうことじゃよ。なるほどね。私はもう完全に俯瞰撮ってるから全く見えないけど、あ、でハーツがこんな感じです。で特に推しが、もう聞き飽きたっていう人もいるかもしれないけど、特に推しが最初に手に取った子がエーストラッポラ君で、次の推しがアズーラーシェングロットが推しです。いやいいな、めっちゃいいわ。よし、じゃあ書き比べしまーす。今回書き比べに利用する紙は最近の推しので読もうと思って全然なんて読むかわかんないんだけど、この英語の厚口、割と白っぽいけど、まあそこまで白ではないかな、ちょっとクリームぐらいな感じのと、みんな大好き MD ペーパーを使う。これも英語です。英語だとパンチで穴開けたら英語のねシステム手帳に入れられるのがいいんだよね。よいしょ。でこれもみんな大好きロルバーンですね。ロルバーンに、ロルバーンはすごい抜けまくるから絶対に裏抜けするんだけど、ちょっとどんなもんじゃいという感じで書いていきたい。下敷きないな。
な。で、今回書き比べる万年筆、何気に今8本持ってるんだね。これがパイロットの核の1本1000いくらとかかな。中字と細節と極細です。で、これがプラチナの万年筆、これもツイステでハーツとオクタビネル持ってます。で、今回のやつね、入れたやつです。これがセーラー。さあ、書いてみよう。ワクワクだ。どれから書こうかな。推しの紙から書こうかな。ハーツから、ティッシュがこんな色だったけど、ドキドキ。お、なんか割と固め。赤っていうよりは何色だこれ。あ、でもめっちゃ描きやすい。これめっちゃ描きやすいな。なんて言えばいいんだろうな。固めなんだよね。これ今、まあ、下敷きにしてるやつ、あのなんていうの、柔らかめの下敷きなんだけど、それでもすごい硬く感じる。いや、すごい大満足なんだけど、これが1万3000円の力かって感じ。あ、裏抜けは？セーラー、この紙は厚口だから裏抜けはそんなしないかな。コンバーターってカートリッジと違って、このインク先から吸うからすぐにかけるのいいね。こんな感じ、すごいいいな。はい、次はこれいきます。オクタビネル。おお、あ、伝わんねえなこれ画面で。微妙に紫なんだよね。ペン先、あの万年筆ってさ、物によってさ、こう書き味って違うと思ってて、これ引っかかる系だね。でも書いてるうちにね、馴染んでくるもんだもんね。え、めっちゃいい。伝わんないね、これね。わかる？ちょっと紫なんだよね。あ、裏抜けは？あ、裏抜け、抜けないけど、裏に滲んだりはしないけど、若干裏描くとき気になるかなっていう程度かな。では次、ウツボ。こっちちょっと洗った後だから微妙に薄い。ちょっと水と混ざってる感じがある。こういうもんなんかな。いや、水と混ざってると思うなこれ。ちょっと今発揮できないかも、ごめん。水が抜けたらいけると思うんだけどね。今のところそのめちゃくちゃ薄く感じはするけど、万年筆って洗った後どんぐらい乾かせばいいんだろうね。あ、でもこんぐらいなんかな。好き、めっちゃ好き。でもあんまりこのセーラーの万年筆使ってなくって、なんでかっていうと、これすごい引っかかるんだよね。あんまり書き味が好きじゃなくって、あんまり使わなかったセーラーの万年筆。まあ今回から買ったのセーラーなんですけど、これ以上が新作、今回の新作ですね。で、最近買って感動したのがこのハーツのプラチナの万年筆なんだけど、これはね、カートリッジなんだよね。濡れとる乾いとらん。そう、カートリッジをつけてやるタイプで、今これ黒が入ってる。めっちゃ書きやすいんだよね。なんて言うんだろう、濃淡が出るタイプなんだよね。薄いところもあるし、ちょっと濃いところも出るみたいな、字の濃淡を楽しめる系のやつ。うわ、もうなずっと使ってるからさ、もう結構私の手に馴染んでて、本当にこれ書きやすい。で、もう一個同じ種類でオクタビネルのがあるんだけど、これ3000円だよ。アニメイトで買った3000円。こっちが紫のインク入れてる。これはね、普段メモ、ちょっとしたメモ取るときに使ってるんだけど、わりかしはっきりとした
紫色。アーシェングロットの綴りがわかんない。筆記体は書けるんだけどさ、中2の時にさ、筆記体書けるようになりてえと思って筆記体は書けるんだけど綴りがわからん。そう、プラチナのこの万年筆めっちゃいい。あのね、ツイステだけじゃなくって、なんかいろんなねコラボとかあるんだよね。そうそう、これはね多分ねプラチナの汎用性のある代表的な軸なんじゃないかな、勝手に思ってるだけだけど。で、万年筆、私これから入ったパイロットの書くの、これもあのカートリッジ系、黒が入ってます。あれもうないじゃん。あ、書けない、最近使ってないもんなこれ。あ、これ完全にインク抜けたわ。ごめんなさい。で、これがね、これはセピア入れてます、茶色入れてますね。これ最近使った、うん、書きやすい。パイロットも書きやすい。あの1000円だし、プラスチックですごい軽めなんだよね。そう、黒じゃなくって茶色系だね。これが細字かな。で、もっと細いのがあって、極細ぐらいになるとね、ちょっと若干引っかかるんだよね。あ、これも久しぶりに使うからインク乾いてるな。万年筆ってさ、インク乾くから本当に常に使っとかないとダメっていうの分かってるんだけど、インク抜けてる。最近使ってませんでした、サボってました、ごめんなさい。そう、万年筆複数使いってあんまり良くないよね。比較すると言って全然できてない件について、これでこれ洗っとこう。で、ロールバーンがどうなんだろうな。当たり引いたの、ほんと軸すごい書きやすい。あー、でも言うほど抜けてないかも、気にならん程度に。なんか割と抜けるイメージだったんだよね、セーラーって。いいな、なるほどな。よし、じゃあ一通りぐるぐるって書いて今回の動画終わりにしよっか。うん、ハーツに比べてオクタの方はすげえ引っかかる、使って慣らしていかないとなって感じ。色はめっちゃ好き。この色が本来の色なのかちょっと水で薄まってんのかわかんないな。出ないかな、出ないよねこれは出ませんでした。オッケー、こんな感じです。いいね、めちゃくちゃテンション上がるわ。ガラスペンが一応持ってるので、ガラスペン使ってこのこっちの方、トランプ兵の方の色がどんな色か見てみよう。おー、あ、割と黒い紺色って感じかな。ガラスペンっていっぱい描けるよね。いやー、インクだけでも全量買うべきだったか。かなり書けるわ、ちょっとひたひただけで。これは太文字だね。ガラスペンってさ、私持ち方合ってんの？なんかこう鉛筆風に持っていいのか。でもさ、ガラスペンってどっちかっていうと筆記体書く用だもんね。マジでもいっぱい書ける、すごいな。ガラスペン、幼稚園児のノートの切れ端みたいになった。はい、ここからは2年半後の私がレビューします。2年半使った感想なんてあまりに熟練が過ぎるんですけど、まずね、いい点は好きなもの、ツイステがモチーフなのでテンションが上がるのがいいですね。あと、根は根ほどで見た目の高級感が好きでいいですね。あと、一番いいところはこちら M5 のシステム手帳、ロロマクラシックなんですけど、 M5 のねシステム手帳にね、高さがぴったりなんですよね。そう、やっぱりね、私はねセーラーのペン先と相性が良くないのかもしれないですね。なんかガリガリ系があんまり好みじゃなくって、そう、筆圧の問題なのかな。なんかこう紙が削れて、たまにねペン先にゴミというか紙の繊維みたいなのがついてたりしますね。あとね、割とね裏抜けするんですよね。がっつりではないんですけど、
体感他のメーカーより裏抜けをしてしまって、あんまり裏に書きたくないなっていう感じの仕上がりになるんですよね。特にこの M5 では使ってるこのラブリーフがそこそこ抜けちゃうので、せっかく M5 でねこれぴったりなのに使いにくくて、結局こちらのプラチナのパーツラベルの万年筆を刺してこれを使ってますね。まあそれでもね、たまに使いたくって、たまにっていうか、まあ結構使ってるかなくらいかな。まあでも総合的にはめちゃくちゃ好きです。推しと好きは何にも勝りますね。ちなみに2年半経った今はこの軸は私が買ったプレミアバンダイでは売り切れてましたね。インクは確かあったかな、うん、7種類揃ったら圧巻よね。お金なくてそれはできないですけど。ということで、セーラー万年筆ツイスト軸のレビュー開封動画でした。ここまで見てくださってありがとうございました。バイバイ、またねー。